ピオフィオーレの晩鐘エピソディオ1926アニメイト特典ドラマ CD 地獄のヤムチャ事件。ある昼下がり、俺とニコラはヤンに招かれ、ラオ州の拠点にいた。ヤムチャに招待するって話だったけど、ただお茶を飲んでお菓子を食べるだけ？何かの隠語じゃなく？随分と疑い深いな、フランチェスカ。俺とて、たまには人恋しくなるものだ。拠点に客の一人や二人、招きたくもなる。希少な茶葉が手に入ったからな。特別に振る舞ってやろう。怪しい。というか怪しさしかない。あのヤンが俺たちに自ら茶を入れてよこす。ありえない。それに、茶からは何とも形容しがたい不思議な香りがしている気がするが、お前の気持ちはありがたいが、遠慮しておく。僕も馴染みがないものを口にするのはちょっと、匂いも独特だし。異国の文化を知ろうともせず、頭から拒絶するとは嘆かわしい。バルツォーネ、それにフランチェスカ、男として器が小さいのではないか。お前たちの文化を否定しているわけじゃない。だが今は協定を結んでいるとはいえ、仮にも敵対組織の人間が用意したものを不用意に口にするつもりはない。まさか俺が毒を持ったとでも言いたいのか。ヤンがその気なら無味無臭のものを使うなり、もっとうまくやると思っている。わざわざこんな露骨に怪しいお茶を使う必要はない。ほう、分かっているではないか、フランチェスカ。けど万が一ってことがあるからね。さすがに飲むわけには。要はこれが毒でなければ飲むということか。であれば俺が先に飲んでやろう。これでどうだ。ガンテ、ヤンに付き合うことなんてないよ。悪いけど僕たちは。帰りたければ帰るがいい。だが、組織のカポ、それにアンダーボスともあろう者が客人をもてなそうとした俺の心遣いを無下にするとは、無粋にも程がある。見損なったぞ、ファルツォーネ。わかった。一口だけなら付き合う。ダンテ、それは。ニコラの言いたいことはわかっている。だがここで引き下がれば何を吹聴されるか分かったものじゃない。分かった。僕もファミリーの名に泥を塗りたくはないからね。付き合うよ。ご託はいい。飲むなら飲め。ではいただこう。これは普通にうまいな。え、ほんと？じゃあ僕も。確かに深みがあって美味しい。ヤン、疑って悪かった。お前の心遣いに感謝する。ああ、そろそろか。ん？何が？あ、ニコラ！どうしたんだ？しっかりしろ！ほう、どうやら噂は本当らしい。ヤン！まさか、地鉱製の毒か？こんなところで死ぬわけには。な、何がどうなったんだ。俺は生きているのか。そうだ、ニコラは。ん？俺が倒れている。おい、しっかりするんだ。俺聞こえるか。触るな。どうしたんだ俺。いや、そもそも本当に俺なのか。どうして俺が二人も。ん？あれ、ちょっと待って、君、僕？え？どうして僕が目の前に。確かお茶を飲んで、それからどうなったんだっけ。何がだっけだ、可愛い子ぶるな。やん、自分のことを僕と言ったり、ニコラの口調を真似ているのか。確かに、まあ君の外見は僕と同じに見えるけど、僕もニコラだよ。だから
おかしな芝居はやめろヤン。さすがに無理がある。ヤンは俺だが。は？眉唾者かと思っていたが、あの入れ替わり茶、どうやら本物だったらしい。入れ替わり茶って、まさかさっきの。あれを飲んだせいで俺たちの人格が入れ替わったとでも言うのか。お前はフランチェスカのなりをしているが、中身はファルゾーネだろう。確かにそうだが、じゃあ俺の姿をしているお前はヤン、ヤンの姿をしているのがニコラなのか。うん、信じたくないけどそういうことみたい。ヤン、さっきの口ぶりだと君最初から全部わかっていて仕組んだってことだよね。仕組んだ？ただ茶を入れてやっただけだ。それを飲むと決めたのはファルツォーネだろう。いや、今はフランチェスカか？くっ。あの茶を数人で飲むと、飲んだ人間同士で体が入れ替わる、という噂がある。奇遇にも手に入ったのでな、試してみた、というわけだ。俺とて半信半疑だったが、さすが、根が張るだけのことはあった。納得している場合か！このまま一生元に戻らなかったらどうするんだ！飲んだのは少量だ。おそらく、しばらくすれば効果も切れるだろう。おそらくって、え？それってまさか根拠ないの？ああ、詳しく知っていれば、初めから試しなどしない。いくらなんでも適当すぎるぞ、ヤン！ダンテ、一旦落ち着こう。まずは状況を見守って、最悪の場合、二人でヤンを殺そう。ニコラ、さてはお前も結構混乱しているな。フランチェスカ、殺す、というのはどちらをだ？俺が入ったファルツォーネの体を殺すか？それとも、お前が入った俺の体を始末する、とでも？俺の体が邪悪な笑みを浮かべている。誰か来たみたいだけど。いや、俺たちの他に誰かヤムチャに招いていたのか。いや、ああ、だが今日は女が来る日だったか。女ってまさか。今の彼女の声じゃないか。お菓子を持ってきたって。うちの双子と菓子を作る約束をしていたのだったな。あの女、よほど俺の気を引きたいらしい。こんな時でも無駄に自信があるの、ある意味尊敬するよ。どう考えても彼女は君目当てで来たわけじゃないと思うけど。男の嫉妬は醜いぞ、フランチェスカ。さて、期待に応えて女の相手をしてやるとするか。待て、何を普通に出ようとしているんだ。声が大きいよ、ダンテ。今の外にいた彼女にも聞こえたんじゃないかな。うん、これでイルスは使えなくなったな。早く出ねば女に怪しまれるぞ。彼女に心配をかけたくない。今は各々の人間になりきってこの場は切り抜けよう。面白い。俺に任せておけ。嫌な予感しかしない。僕もヤンになりきるのは骨が折れそうだな。なんでくれぐれもおかしな行動は控えてね。安心しろ、ニコラ。お前のことならよく知っている。違和感なく振る舞ってみせよう。うん、その言葉がすでに伏線っぽくて先が思いやられるんだけど。フランチェスカ、女を中に入れろ。わかった。入れ。やあ、シニョリーナ、今日もびっくりするほど綺麗だね。こんなところで会えるなんて嬉しいな。なんだか少し照れるかも。フランチェスカ、何かこう、なんとは言えないが、ちょっと過剰すぎないか。可愛いシニョリーナに会えたから、つい胸のときめきを抑えることができなくて。いや、だからそれだとまるで僕が彼女のこと好きみたいな。つまらんな。もっと下手な芝居をするとばかり思っていたが、ダメだ。こんなものではニコラの格好良さを半分も表現できていない。今の俺はニコラ・フランチェスカ。今の俺はニコラ・フランチェスカ。ニコラ・フランチェスカだ。
ねえ、シニョリーナ、そのお菓子、誰のために作ったの？まさか本当にヤンのため？嫌だな。こんな気持ち、大人げないのは分かっているんだけど、君には、僕のことだけ考えていてほしいのに。ふん。公衆の面前で口説き始めたな。フランチェスカが普段どう思われているかよくわかる。僕、ダンテの目にはこう見えているんだ。女、フランチェスカに構っている暇があるなら、早くその歌詞をよこせ。そう怖い顔するな、ヤン。彼女が怯えているではないか。怖い顔などした覚えはないが。自覚がないようだが、その顔はたとえ笑顔でも怖い。こちらへ来い、シニョリーナ。俺が守ってやる。ダンテ、今日の君はちょっと様子がおかしいんじゃないかな。今の君に彼女を近づけるのは反対だ。ほう。彼女を保護しようというこの俺に向けて、随分なことを言ってくれるな、アンダーボス。そこの二人、落ち着け。って、何をしているのかな、君は。俺に向けて言っているのか、ヤン。ただ、女をじっくり、可愛がってやろうかと思ってな。どこを触っているんだ、どこ。俺は、ファルツォーネファミリーのカポだからな。女と見れば、すぐに喜ばせてやりたくなる。やめろ、俺じゃなかった。ダンテはそんなことはしないし言わない、絶対にだ。なぜ断言できる？ただれた夜の顔、お前が知らんだけかもしれんだろう。ただれたとはなんだ。そういうことができる男だと思うのか、俺が心に決めた女性以外と。フランチェスカ、そこまでにしておけ。あ、俺は今何かいろいろ口走りかけたような。なんだ、もう終わりか。面白くなってきたところだというのに。はあ、女、見ていればわかると思うが、今日のファルツォーネとフランチェスカは頭を打ったらしい。近づけば何をされるかわからんぞ。ニコじゃない、ヤン。僕そんなにおかしかった？悔しいな。これ以上スマートに振る舞うのはちょっと難しいかも。あ、君、心配してくれるんだね。ありがとう。君は本当に、優しい。もう少し、近づいても、いいか。いい加減にしろ、女。その男より、俺に構え。邪魔をしないでくれるかな？今からいいところだったんだよ。せっかく俺がニコラらしく精一杯振る舞おうとしているのに。いや、それはいらない。え、なぜ？女、何度も言わせるな。歌詞をよこせ。茶が冷める前にな。お前も席につけ。今日のドルチェはスカルチェンラか。ああ、いや、この歌詞は前に見たことがあってな。俺一人で食べるのも味気ない。お前も食べろ。ドルチェを食べる君って顔、いや、ガキのようで微笑ましいな。ああ、口元にジャムがついているぞ。仕方のないやつめ。うん、甘い。そうだ、シニョリーナ、せっかくだし俺に食わせろ。何をそんなに驚いている？俺の口元に菓子を運ぶ簡単な仕事だ。それくらいできるだろう。うちの厨房を貸してやったのだからな。なんて姑息なことを。こう離れていてはやりにくい。俺の膝に座れ。さすがだな、ニコラ。なんてスマートなんだ。あんな要求をいともたやすく。というか、ヤンの振りうますぎないか。そんなことより、ファルツォネ、あそこには例の茶を出したままだが。焼き菓子は喉が渇く。そうなれば当然、彼女は目の前の茶に手を伸ば。あ、この感覚は。ここは、
これは間違いなく俺の体だ。どうやら元に戻ったのか。ニコラ、ニコラしっかりしろ。ファルツォーネか。は？その呼び方、まさかお前ヤンなのか。うん。どうしたヤン。いや、まさか。どういうことなの、私の体。なるほど、俺の中に女が入ったか。ということは、気絶している女の中身はフランチェスカだな。そんな、彼女がヤンの中に。俺は一体どうしたらいいんだ。うわ、なんだ、夢か。よかった、本当に変な夢だった。ダンテ、ちょっといい？実はさっきヤンからラオ州の拠点まで来てほしいって連絡が。断る。え？そんな頭ごなしに？どうかした？なんだか顔色が悪いよ、ダンテ。いいか、ニコラ。とにかくラオ州には行くな。俺はもしかしたら予知夢を見たのかもしれない。とにかく今日は屋敷に引きこもって。まずい。何が？あれが予知夢だとすれば今日、ラオ州には彼女が。くそ。彼女を、あんな目に合わせるわけには。全然状況が読めないんだけど。行くぞ、ニコラ。すぐに支度をしろ。詳しいことは道すがら説明する。了解、カポ。